皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士のホリです。今日はですね、女性がプロテインを飲むべき3つの理由についてお話ししたいと思います。プロテインって飲んだ方がいいってよく聞くけど、具体的に何がいいのとか、プロテインってマッチョが飲むものでしょっていうようなイメージ持たれてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今は結構女性の方にもですね、プロテインを飲んでいただく機会が多くなりました。で、実際私もプロテインを飲んでいますし、あと弊社の女性スタッフでもプロテインを毎日飲んでるスタッフが非常に多いです。プロテインを飲むと何がいいのか、どんないいことがあるのか、女性の方向けにですねお話ししたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。一つ目がお肌ですとか髪の毛、爪、そういった美容の面で気になる部分の材料となるのがタンパク質っていうところですね、ポイント。二つ目ですね、タンパク質の不足が貧血の原因になりかねるというところです。そして三つ目が、タンパク質の摂取が冷え性対策につながる、この3つについてお話ししたいと思います。で、プロテインって言ってて急にタンパク質のお話になったので何かと思うかと思うんですが、プロテインはタンパク質を英語で言ったものですので、プロテインを飲むっていうことはタンパク質の摂取につながるんだっていうことをまず一つ覚えておいていただけたらなと思います。まず一つ目ですね、タンパク質は、お肌や髪の毛、爪の主な材料となります。例えば極端に不足してしまうと、お肌がこうガサガサになったりだとか、髪が切れやすくなったりとか、爪がですね薄くなったりとか、縦筋が入っちゃったりとか、そういったことが出てくる可能性があります。今の時期ですね、紫外線も強いですし、日焼けも気になるし、最近マスクすることが多くなったので、ちょっと私も悩みがちなんですが、こう肌荒れ気になる方も多いんじゃないかなと思います。あと髪の毛の材料になるっていうところで、私経験論なんですけど、プロテインを毎日飲むようになって、美容師さんにですね、髪の毛綺麗ですねって褒められるようになりました。あとやっぱり爪は女性だとネイルしてる方とかもたくさんいらっしゃると思うので、丈夫な爪って結構美容の面でも重要なポイントになってくるんじゃないかなと思います。そういったこう美容の面で気になる部分の材料となるのがタンパク質です。なので不足しないようにタンパク質をしっかり摂っていただくっていうところが、健やかなこう肌ですとか髪の毛、綺麗な状態を保つ面でも非常に重要となってきますので、まずこのポイントの一つ目が肌や髪、爪の材料となるというところを押さえていただきたいなと思います。そして2つ目ですね、タンパク質の不足が貧血の原因になるというところです。女性の方だと月経もあったりだとか、男性よりも鉄の必要量が多かったりですとか、貧血に結構悩んでいる女性の方って多いんじゃないかなと思います。貧血イコール鉄をしっかり取るっていうイメージがあるように思うんですが、それは間違いではないんですけれども、鉄だけ取っていてもあんまり良くなくてですね、鉄だけでは不十分なんですね。実はタンパク質が体に十分にないと、摂取した鉄だったり酸素だったりを体の隅々に運ぶためのヘモグロビンっていう物質があるんですが、そのヘモグロビンの合成がうまくできなくなってしまうということで、酸欠っぽい症状になったりだとか、あとひどい場合には貧血の症状が出たりだとか、そういった可能性が出てきます。しかもですね、鉄っていうのは吸収率の非常に悪い栄養素ですので、せっかく取ったのにうまく体の栄養にならないってなると結構もったいないかなと思います。なので貧血でお悩みの方はですね、ぜひタンパク質を取ることを今以上に意識していただけたらなと思います。そして、3つ目ですね、実はタンパク質を取ることが冷え性対策になるということがポイントになります。ちょっと難しい言葉になってしまうんですが、食事誘発性熱産生っていうですね、これが何なのかって言いますと、取った食べ物を体が消化吸収する際に体の中から生じるエネルギーのことを言います。食事誘発性熱産生がタンパク質は 30% というふうに言われています。比較対象として炭水化物は約 5% で、脂質が約 4% と言われていますので、いかにタンパク質の食べることで生じるエネルギーが高いかっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思うんですが、これが高いの と、冷え性と何の関係があるのかなって言いますと、まず一つに体の中でエネルギーがガーッと燃えることになるので、しっかり体温を保つことができるっていうことが一つと、食事誘発性熱産生っていうのは1日のトータルの消費エネルギーのうちの約 10% を占めてるっていうふうに言われています。タンパク質が多い食事をしていただくと1日に消費できるエネルギーも増えます
ますし、体の中が温かい状態っていうのをまずキープできるっていうところが冷え性対策につながるというふうに言われています。今だと冷房の効いた部屋いる時間が増えたりとか、オフィスワークをしている方だと足元の冷えとかお悩みの方は結構多いんじゃないかなと思うんですが、実はその食べ物から冷え性の対策ができますので、ぜひ日頃の食事をタンパク質を多めの食事を心がけていただけたらなと思います。今3つお話ししたんですが、他にもいろいろ女性がプロテインを飲むといいことっていうのはたくさんありまして、例えば、ダイエット中の方だったら甘いカフェオレを飲んでた分をプロテインに置き換えていただくことで1日の摂取エネルギーを抑えることができてダイエットにつながったりだとか、プロテインをお飲みいただいて運動と組み合わせることで筋肉量がしっかり増えてですね、痩せやすい体を作ることができたりだとか、そういったメリットもありますので、女性にこそプロテインを飲んでいただきたいなと私は心から思っています。ダイエットの面でもプロテインを飲むべきおすすめの理由っていうのがありますので、別の動画でお話できたらなというふうに思っています。今回は女性がプロテインを飲むべき3つの理由についてお話しさせていただきました。まず1つ目、タンパク質は髪やお肌、爪の材料となるというところ、そして2つ目、タンパク質が不足することで、貧血の原因になりうるというところですね。そして最後3つ目が、タンパク質の摂取が冷え性対策につながるというところをお話しさせていただきました。ぜひこの動画を見てプロテインを1日1杯からですね飲むことを習慣にしてみてください。コメントやリクエストがあればコメント欄にコメントいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。